ノウハウがなかったんで、一番最初飛び込みで何か仕事くださいって永遠と。え？いやー、マクサス買っちゃおうかな。小木さん、超絶儲かり社長の超絶営業マンの野萩さんがなぜマクサスで働いてるかって俺すげえ不思議です。マクサスの販売の責任者の方が誘ってマクサスにジョインしたっていうところまで知ってて、すでに金持ちすぎて上がっちゃってる人なんですけど、うちの販売責任者の紹介で、はい、僕もいくら持ってるのか分かんないですけど、僕よりめちゃめちゃ金持ちの、クレジットカードの限度が3500万ぐらい、天竜日と書いてます。暇つぶしで。仕事は何されるんですか？あ、営業です。暇つぶしで営業しに行くんですか？めちゃくちゃ数字作ってくれてるんで。あ、もう作ってるんですね。あ、はい、昔太陽光とか作られてましたね。すごい。太陽光なんかもう金額でかいから超売りづらいですよね、はいはい、バカ儲かった会社で社長やってて、へえ。でもう辞めちゃって、金もあって時間もあるけど、はいはいはい、暇なんでみたいな感じだと思うんですけど。あ、それでも心強いですね。はい、ガチ天竜人すごい。で、営業マンで会社を経営されてて、でそれをバイアウトされてると。営業の会社で太陽光とか買い取りって言ったら、多分一定あたりの単価比べ物にならないっていうか、太陽光って多分1取引あたり多分加減で1000万ぐらいからの多分ディールの会社をやられてて、でそれをバイアウトして、販売の責任者の誘われてきました。それでまずなぜ来ようって思ったのかとか聞きたいですね。なんででしょうね。まだったんじゃないですか。人生なんとでもなるんでね。暇だったっていうのを聞いたんですよ。暇で来たと。来てどんくらい経ちましたっけ。僕はもう2月から来たんで、だから半年ぐらいですか。半年ぐらい続けて感想めっちゃ聞きたいですね。感想ですか。もう忖度なしです。時間の切り売りもありだなと思ったっす。長い人生の中でまたお金稼ごうと思えば稼げばいいし、そうですね、うん、タラリーマンと経営者の違いって重圧が今ほとんどかかってないので、うん、すごい楽ですよね。お給料もらって、うん、ないものねだりなんでしょうけど、お給料もらって遊んで重圧ない。すごい楽だなと。でしたっけ。福岡です。そう、福岡から上京してるんですよね。僕地元練馬なんで。あ、え、地元練馬なんですか。地元練馬なんで。もともと東京出身です。あ、そうなんですか。東京いて事業を起こしたのは福岡だったことですか。経緯があって、はい、高校の頃って僕らイニシャル D が流行ってたんで、はいはいはい、それを見て整備士になる、はい、高校から整備士 の専門学校に進学した。悪魔のいたずらかなんか知らないですけど、ちょうど入学して2ヶ月3ヶ月目に舞妓はんって映画があったんですよ、はい、見るじゃないですか。そしたら舞妓さんと結婚したくなったんですよ。なるほど。全てを捨てて京都に住んです。へえ。たまたまリーマンショックとかはいろいろ重なって、はい、半年は滞在できるようになった、はい、でそこで知ったのが舞妓さんは未成年だったっていう。京都の定人したら芸妓さんになる。あれ、そういう感じでしたっけ。そうそうそう、要はお茶屋さんで修行してる時を舞妓さん。はい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 。結婚できないじゃないですか、打ち当たりまして。何しようと思って地方行くと商売ちょうどいいです、はい、で九州行ったんですよ、はい、ただまあリーマンショックがあるんで就職できないじゃないですか。会社建てるしかないですで、はい、会社立ち上げ。なるほどね。それがだからリーマンショックってことは2007年8年ぐらいってことですね。そうそうそう、今から15年ぐらい前の。その時が野萩さんが 18?19 の誕生日を過ごしたのを覚えてます。いや、ちょっと待って、野萩さんが未成年だったんですか。僕が未成年。ちょっと待って、そのタイミングで福岡移住して起業するしかない。そうそうそう、就職できたらラッキー。何で起業したんですか。何もノウハウがなかったんで、一番最初飛び込みで何か仕事くださいって永遠と。あのワードってあるじゃないですか。あれで何でも屋さんですみたいな。あ、自分の携帯番号と名前載せてビラ巻いてピンポンします。でお客さんに太陽光が今熱いんじゃないっていうので、走りでたまたま太陽光が。へえ。
子ってイメージちゃんと土地も見つけないといけないし、上物作るメーカーと組まないといけないみたいな。スタートした時に産業用の太陽光ってまだなくて、はい、お家の屋根に太陽光を乗せます。あのパターンか、はいはい、乗せるのにも初期投資がすごいかかるんです、うん、太陽光を切りましたから、じゃあ次仕入れないといけないんで、ただ仕入れるお金がないと、うん、サニックスっていう会社がたまたま九州にあって、はい、本社が福岡です、はい、何日もずっと毎日電話して社長に会わせろ、でそれでたまたま会わせていただいて、最初の1ヶ月目に契約を決めてくるんであればサニックスから無償提供します。正確に言うと無償提供で工事も全部無償で、その契約金が入ったらちゃんと払ってね、それでたまたま来る。その一発がめちゃくちゃ超大事なディールだったんですよ。本当に決まったってことですね、その感じだと。そうそうそう、決まって最初スタートが事務所の家賃5万円、しかもそれもお金を払うお金がないから不動産屋さんに後から払うということで、信用がないところでそこで一発信用作らないといけないっていうのは、また信用1個そこで作れたらめちゃくちゃでかいみたいな。そうそう、2、3年目か3年目ぐらいに産業用やって、でもそこでもでも2、3年は結構大変っすよね多分ね。産業用って発想がなかったんで、太陽光は家につけるもんだ、土地の仕入れとかっていう段階じゃなかったってことですよね。そうそうそう、田んぼ畑に設置するみたいなんじゃなかったってことですよね。そうそうそう、空いてる土地にとか産業用が OK になる、会社の全財産を産業用の一発目に当てたら当たった。太陽光の獲得ってやっぱ個人とかお金持ってる人に対しての営業がメインですよね多分って思うじゃないですか。でもあれほとんどフルローンなんで、不動産売るにちょっと近い。そうそうそう、不動産取得できない人は借地って言って、はい、3000坪なら3000坪貸し付ける、山ってすごい安いんで、はい、貸し付けてその上に太陽光20年、動く金額がでかければでかいほど大変ですから、一軒あたりのストレスが半端じゃないから、毎月ストレス、そうで、お客さんの温度感も高いですからね、やっぱり高いですね。その時投資はもう太陽光まだ大丈夫みたいな感覚、うん、ああ2010年ぐらいの話ですもんね多分。誰も見なかった。営業組織として何人ぐらい営業かかれてたんですか。本当に営業してる人って個人ピンポンですね、が20人20人もいるんですか。そうそうそう、15人は法人で、あと施工道具、外注流してた。外注も社内と考えて50人ぐらいは食わしてた。マックス200ぐらいかと。マジっすか、すごい。200は半端じゃないな。でそれが育ちましたと、爆撃出てるじゃないですか、その200人、の雇用を生んでるような事業だから、年商で言ったら最低でも20から30億ぐらいですもん。その時もまだ全然あったもん。うっそ、ちなみにそれいくらですか。マックス多分50億ぐらいです。50億、若かったんでね、はい、簡単に上場できるかったです、はい、無理っすね。上場はきつかったっていうのは、バイアウト M&A した理由としては、上場を目指してたけど上場は難しいなって思ったから売ったってことですか。なんで会社建てるかっていうと、はい、お金持ちになりたいじゃないですか、はい、ただ役員報酬でずっともらっててもお金持ちになれないです。あ、役員報酬はそうですね。僕の多分一番もらってた時っていうのが年俸役員報酬で、はい、3億5000とかだったんですよ。でも半分以上 55% 税金じゃないですか。そうですね。じゃあ1億円貯めるのにっていくら必要なの。無理じゃないですか、10億取っちゃったら会社潰れちゃう。ちょっと待ってください、その前に役員報酬が3億っていうの方が金額、大元の会社がありました、はい、で施工会社と営業管理は全部分けてたんですよ、はい、会社ごとに分けてて、そこごとに役員報酬の金額を設定して合計が3億。そう、いや見したっていいですか、経営管理から全部確定申告でちゃんとられてないです、合算したら大体その時、お金持ちになるには会社を売るか上場してキャピタルゲインか、まあ投資家ですよね、どれかしかいなくて上場は無理です、じゃあ簡単にバイアウトしちゃった方がお金持ちにはなれるよねっていう結論です。バイアウトした金額って聞いてもいいんですか。株式 100% 売り抜いた後の金額っていうのがトータルで、じゃあそれぐらいのスケールのことをやると最初のやつが分かんない、遊びに来てるマクサ君で、なおかつ成果残せるか、遊ぶっていうよりも人生ね、何でも面白く、だからなんか面白いコンテンツらしい、マクサスって、うん、結婚も何回かしたし、何回かしたんですか。ちょっと待ってください、何回かしてるんですか。
趣味何回ですか？バスさんの。あれ見てみたいですね、あの社長が上場する会社面白そうと思って、そこら辺ちょっと今度聞きたいですね。じゃあ上場できるな、社長がしそうだなっていう時はちょっとお願いして株式を少しいやそれそうでしょ、みんなね、みんなね、僕ができなかったキャピタルゲインを社長よしよし、あもうこの感じ、この感じでいいですね。世間はめちゃくちゃ大変な人生を送ってるけど、多分野脇さんもうまくいってるパターンだけど、多分その過程で絶対大変なことが起きてるから、だって50億の金が動いてるって、あとバツさんっていうのは凄まじいから。でもそんな人がマクサスにいるっていうのは特殊っすよね。野脇さんのちょっと今度案件もちょっと連れてください、出張帰ってるぜひぜひ、世間もパワーで、そう野脇さんのストーリーも終えたらめちゃくちゃ面白いから、いやマクサス買っちゃおうかなそうなっちゃうから、買うにしたって同意がないと無理だから、世間もんが完全オーナーだから早く上場してくれないか、それは多分野萩さんが裏で手を回して、あのマクサスが資金繰りヤバくなって、じゃあもうつくよみたいな感じのストーリー描かないといけない上場してくれるのが一番ね面白いですよね。でも世間もずっと言ってるのは、でも上場するって言ってるから、ね、すごいですよねそこはね。いや本当に一貫してるから、それって20代前半からずっと言うから、ね、僕はね1、2年で諦めちゃう。そこら辺っていうのはお金で買えない価値ですもんね。そう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 、そのメリットとデメリットを天秤にかけた時に僕は上場はできなくて、結構濃い話になりましたけど、ちょっとありがとうございました。ありがとうございました。